はい、皆さん、こんにちは。ひろきです。今回はですね、前の動画、グレンゲのですね、時にご案内しました歪みとかですね、クリーンの音を、ライン6のですね、こいつです。HX ストンプっていう、機材があるんですけども、これの音作りの方法をご案内したいと思います。またですね、僕のボードはこんな感じで、使っておりまして、他にも動画山盛りあるんで、もし興味が湧く方はぜひ見ていただければと思います。はい、まずですね、この音の詳細の前にですね、どういう風に音の流れがあるかというとこと、どういう機材とですね、何を使っているのかというのを簡単に説明したいと思います。まず僕のボードはここから入り口がありまして、 MS3 に入りますスイッチャーですね。で、ループに HX ストンプが入って、最終、今回は通してないんですけど、プリアンプに入ってキャビネットシミュレーター、これ新しく手に入れたんで、また違う動画で、次の動画にでも紹介したいなと考えております。に入ってミキサーに出ると。で、この音ですよ。ちょっとうるさいですかね。まだうるさいですかね。こんな感じでございます。はい、で、まず今回一つ目の音ですね、37の1番という、ちょっと見えないですね。1番に、この音を入れてまして、2番目にこの音ですね。はい。で、3番目にクランチ。という音を入れております。今、気づきましたでしょうか？ここを押すと、ここが連動しますよね。これを MIDI で制御してるわけなんですよ。ここに MIDI ケーブルがあるんですけどね、これとこれで。このボタンを押すと、ここのボタンを押してくれっていう風に、まあ近いんで、これはあんまり便利なんかよくわからんと思う方もいるかもしれません。例えば1番押しといて、1、2、3って踏んだら、プリセット1個の中で3つ音が鳴るので、そっちの方が便利なんじゃないかっていう方もいらっしゃると思います。実際に、僕も自分の、なんでしょう、バンドというか音作りをするときは、基本的には、この一つのプリセットの中に3つ使うようにしてるんですけど、今回はちょっとMIDI の使い方とかですね、まあこれはまた違う動画に山ほどあるんでいいかなと思うんですけど、まあこういうこともできるんだよっていうのをお伝えしたかったので、わざと分けているという状況でございます。で、ここに入ってですね、まあこれを通って、まあここにプリアンプを使ってキャビネットシミュレーターが出ていくと。あ、今回ですね、まずこの HX ストンプの中身をご案内してもいいんかな。まあいいか。まあ、キャビネットシミュレーターからまず最初に言っておくと、この内容的にはですね、まあ、ヴィンテージ寄りの音にしておりまして、一発キャビのちょっと太めのキャビネットを選んでおります。で、ビッグクローズドにしておりまして、まあ結構、まあ弾いた方が早いですね。これを、オープンにしていくと、こんな感じになるんですよ。これを閉じていくと。という感じになるわけですね。あと、まあちょっと原因はフラット気味にして、パンチは真ん中ですね。ミッドレスポンス。これが前やったら中域を削るかどうかみたいなやつなんですけど、こっち行くと、っていう感じで。スクープですよね。まあ、これ真ん中ぐらいにしてますね。実はですね、今回皆さんにいつもと違う使い方をこれわざとしております。当然ですね、ライブとかスタジオに入った時はこの使い方は絶対しないんですけど、あえてキャビネットを2回かけております。そっちの方が音が好みというか強かったんで、ライン取りならではということでですね、禁断のキャビネット2発掛けをしております。まあ、このシミュレーターで1発と、この中で1発かけてるわけですね。これ1発だけでかけるとすると、で、まあ、ありがちな感じになるんですけど、こっちもキャビを入れると。という感じで、もしこっちを切ると、という感じになるんで、
まあ、キャビネットを2回かけてはいけないという、まあ、ルールもないわけで、まあ、こっちの音が好きだったんで、こっちにしたという、純粋なそんな感じですね。まあ、簡単に言うと、MIDI で制御して、このプリアンプを使って、このキャビネットシミュレーターで音を出すと。まあ、こういう簡単な図式になっているわけでございます。はい、続きまして、HX トンプのですね、設定に移りたいと思います。今回はですね、もう簡単に説明すると、この、激歪みのブロックに関しては、ブーストしてアンプセクションですね、を入れて、EQ をかまして、例外的にキャビネットを足してると。これが一つ目の音ですね。二つ目が、コーラスを入れて、プリアンプを入れて、同じキャビネットから出してると。まあ、こういう感じです。で、三つ目に関しては、ブーストと EQ を切ってるプリアンプだけとキャビネット。というこの3パターンになっているわけですね。はい。で、簡単に設定を言いますとですね、キンキーブースト、ドライブ 5.5 ブースト、オフ、ブライト、オフ。ライン6、バドンク、これ最近ハマってるプリアンプなんですよ。これ結構いいです。あ、はい。ドライブ 5.7、ベース 5.0、ミッド 5.0、トレブル 7.4、プレゼンス 7.4、チャンネルボリューム 6.1、まあ、プレゼンスもっと落としてもいいかな。マスター 5.3、デプス 0.0、サグ 6.5、バイアス 5.0、バイアス X 5.0 となっています。シンプル EQ がローゲインプラス 3.2、ミッドフリケンシー825、ミッドゲインがマイナス 3.3、ハイゲインがプラス 3.0、レベルが 0.0、0.0、どちら、となっております。で、これが2つ目ですね。セブンティーズコーラスって言うんでしょうか。コーラスレート 1.3。モードがコーラス、バイブレーション、ビブレート、わかんないですけど、5.4。バイブデプト、まあ、深さですね、5.0。ミックス 50%、レベルプラス 1.0。ヘッドルームが 0.0、0.0 となっております。これいつもなんて読むんだろうな。このもう一個のクリーの方のアンプなんです、プリアンプなんですけど、SXA30、なんやろ、ボックスやったかな、のプリアンプです。で、ドライブ 5.0、ベース 7.6、カット 4.3、トレブル 5.8、プレゼンス 1.3、チャンネルボリューム 6.3、マスター10、タグ 5.5、ハム 5.0、あ、違う、サグ 5.0、ハム 5.0、リップル 5.0、バイアス 5.0、バイアス X 5.0 となっております。キャビネットは 4x12 1960 T75 の、マイク57、ディスタンス 1.0、ローカットオフ、ハイカットオフ、リフレクト0、レベル0となっております。はい。これが以上でございます。で、この3つ目に関しては、このブーストと EQ を切るというものですね。で、ちなみに、この僕は、この、キャビネットシミュレーター入れてるんですけど、入れてますけどね。例えば、これ、一個削らなきゃいけないですけど、これの後ろに、もう一個キャビを置くと同じことができるってことですね。めっちゃいい音だと思うんですけどね。切る。の方が音いいような気がするんですよね。はい。あ、こっちか。という感じでございます。まあ、今回の音作りに関してはこんな感じなんですけども、次回このオムニキャブシム、まあ、これ DSM っていうところのですね、ノイズメーカーさんというところのですね、キャブシムなんですけど、めちゃくちゃいいですよこれ。もうあのこの商品紹介だけはぜひ見ていただきたいぐらいいいです。多分ね、日本の方ではあんま使ってないかな、わかんないですけど、YouTube にあんま動画がないんですよ。なんで、ちょっと紹介したいなと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。本日の動画は以上です。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。